アベルジャン・ルイ・ゲリノーは19世紀のフランスの建築家。明治時代の日本に渡り、親とい外国人として、陸軍士官学校で図画を教えた後、パリで日本建築の紹介に努めた。チリでも活動した。九段召魂社、日本の寺図、日本の多彩式建築レビュー1886年号、掲載。1841年2月18日。 フランスイコールエイコールロワール県アンジェの現在の第二区界隈で生まれた。1861年エコールデボザール建築セクションに入学して、下級家庭に在籍し、ルイ・ルノルマンとアレクサンドル・ニコラ・デュイ・コールボアのアトリエに所属したが、入学直後にルノルマンが死去し、もっぱら、デュイ・コールボアに指示した。フランス軍で中尉に進んだ。1874年4月5日、 第二次フランス軍事顧問団が活動する日本にわたり、11日陸軍省に建築家教師として雇われ、陸軍主管学校建築学科で図学を教えた。屋敷は、富士見町商懇者境内に与えられた。川上東外、小山正太郎、近藤正澄、川北道介、榎本正忠、鈴木幸村、小平佐山、久保家門。 横山松三郎等の日本人教師や松岡久志等の長講読みが関関係者に西洋図画を指導し、洋画や写真法も教授した。陸軍士官学校で使用した図学、数学科教科書にはアレクサンドル・ルベアール、水彩、装飾線病理論、実践講義とルイジャンデジレでレストル、発展的線病完全講義を翻訳した図学協定。 オーギュストル・イ・エドワード・ブイヨン、1円金法書原理を参照した、石丸三七郎、大西へ原社警報フ図、アントワーヌ・アミを、幾箇所要素を翻訳した、山岳公文等、エコールデボザール関係者の著書が多用されており、学内で唯一の同行出身者だった、ゲリノーの影響が考えられる。日本滞在中に描いた日本建築の図版には、日光の自社が多く含まれており、 1877年8月頃、古文団の一人、ルイ・クレットマンの日光旅行に同行したとも考えられる。1880年6月30日契約期間を終えて帰国し、パリで活動した。1881年第98回、フランス芸術家協会展覧会に日本建築研究を出品して、建築部門に当賞を受賞したほか、 1886年建築専門誌レビュー、ゲネロルデール、アーキテクチュアイデトラボパブリックスに日本建築の図版を提供し、日本国外に初めて日本建築を構造的に紹介した。レビューの記事は、オーギュストショア G、建築史でも参照されている。1886年チリホーン岬にわたり、ロタ市ロタ公園内の施設等を手掛けた。 1929年死去した、パラチオコジーノ、ゴネキアセインアースアドマラントルモント、藤江エユー、デサデラバイエディエド、日本国畜像、装飾図、病死、ありがとうございます。